おー、これにキュウリとこのご飯でしょ。ごめんごめん、10時もない。ということで今日は夏に食べたいお漬物。こちらのキュウリを使って、まあまあね、キュウリの漬物っていうのは結構やってるんだけども、今回はね、あのあれよ、あのキュウリのキューちゃん的なご飯がめちゃくちゃ食える、なんならこれとご飯だけでいいぐらいね。そしておつまみにも最高。そんな、この時期にぴったりキュウリの漬けのレシピを皆さんに教えていくわよ。リュウジのバズレシピ。まずキュウリ、大体4本でこれ、まあ、380から 400g の、キュウリです。はい、そして、生姜、生姜がね、まあ、大体 15g か 15g ぐらいの生姜で、生の生姜を使ってください。でもし辛いのが好きな人は唐辛子ね、輪切りの唐辛子とか入れてあげるとちょっとほんのり辛みがついて、それもまた酒飲みはそっちの方がいいかもしれないね。きゅうりと生姜だけ、簡単でしょ。であと、まあ、今回ご飯があった方がいいと思う。ご飯すっごい上がる。じゃあ作ってる。最近ね、交流占いね、邪魔だと思ってやめてたんだけど、交流占いやってくださいっていうコメントもすごいから、これね、多分ね、二分してる。でも、たまにやるわ。ということで、氷が入ったら大吉、入んなかったら大凶。行くわよ。はい、大吉ということで、ママが大吉ということは、あなた方も大吉よ。なんでかって言ったら、こんなに美味しいキュウリの漬物の、ね、作り方をね、今からママが教えるわけですから。ということで、大吉の私と大吉のみんなで乾杯。じゃあやっていくわよ。じゃあやっていくわよ。まずキュウリなんだけども、まあこうね、ちょっとね、ちょっとだけ太めこれぐらい、まあ、1センチないぐらい、8ミリとかかしらね。で、切っていくわよ、ね。これぐらいの分量でやると、キュウリのカリコリ感、カリポリカリコポリ感がね、出てくるのよね。そうだから、こんな感じで切っていくよ。たまにやる蛇腹じゃない方がいいですか？蛇腹じゃない方がいいわね。蛇腹だとね、食感は、食感が全然違う。このキュウリはね、蛇腹じゃなくて、この感じで切るのがいいんだ。はい、んで、ちなみにこれさ、キュウリ切るじゃない？これ見たことない？これとね、アクが抜かれるんだけど、ママね、前の動画でね、あんまり意味ないみたいな感じで言ってたんだけど、なんかね、実際意味あるらしい。ほら、これアク出んの、これ見て、これなんかね、えぐみがなくなるらしいっていうね、エビデンスがね、出てるんだって、ものによって。だからママね、それ知らなかったから、前ね、息子を否定してたんだけど、これを諸説あるから、これはね、みんなね、試してちょうだい。なんか、えぐみがね、緩和されるらしいわよ。ただ、今回のキュウリだと、結構濃い調味液につけるから、意味ないです。だから、やんなくていい。ここまでやっといて。やんなくていいわよ。ちょっとね、結構穴開きのキュウリが、キュウリだったね、これね。でもこういうのは、こういうね、なんかね、B 級のキュウリはね、あれした方がいいわよ。漬けにした方がいい。まあ、関係なくなるから。みんなキュウリの効能って知ってる？キュウリはね、カリウムがね、すごくね、入ってるから、お酒との相性がいい。なんでかっていうと、お酒飲むとむくむでしょ、みんな。カリウムってむくみ取るのよ。だから、塩分を排出する、排出してくれるらしいよね。だむくみが、今キュウリがいいから、みんなもね、むくんだ翌日はね、キュウリかじんなさい。うん。でも、この料理は、塩分すんごい高いから、漬物だから、キュウリで排泄したとして、塩分を取るから、むくみます。
でもただの他のや、あのお野菜の塩漬けよりはあのむくまないと思う。キュウリのカリウムがあるからね。うん、結構穴開きね、今日は。はい、こんな感じで。で、キュウリちゃんを袋に入れる。袋に入れて、こんな感じで入れて、入れたら、お塩。3g だから、小さじ半分だからね。小さじ半分。グラムで言うと 3g。塩。で、もみもみ。もみもみ、もみもみ。よくもみ込んであげてちょうだいね。これね、あの、全体に塩が行き渡らないと水出ないからね。で、できたよね。こういうバットに置いて、じゃあこれ一つのテクニックなんだけど、同じサイズのバット置いて、ここに重しをね乗せておくと水が出やすいっていうのがあるから、あのこれはやってあげた方がいいかなってママ思います。ちょっと半分まで飲んじゃったから、ちょっとあれね、重さ足んないかもしれないね。超月だった。超月食いね。これでまあできたら30分ぐらい寝かしてあげるといいかもしれない。じゃあこっちはい、はい、でその間に他の材料用意するよ。はい、これ生姜ね。で生姜は薄切りにするね。一回、スライスしたものをもう一回切ることによって、綺麗な細切りが完成します。生姜の香りがなるとね、きゅうりはまた美味しくなるからね。あのもしね、もう少し、香りを爽やかにしたいって方はみょうがとか入れても全然美味しいわよ。で、唐辛子も入れないけど入れても美味しい。そしたらね、今度、調味液を作る。今回ね、ちょっとね、醤油結構使います。 100cc、 まあ、昔ながらのね、漬けだからね、醤油結構使うんだよね。で、お砂糖が 50g、 大体ね、大さじ5杯、結構ね、甘くするわよ、漬物だからね。大さじ5杯とかね。で、お酢、あのこういうね、穀物酢でいいわよ。穀物酢でこれを米酢とかにするともうちょっとまろやかな酸味に仕上がるけど、まあ、今回は、普通にお酢を使う。大さじ1半、これが入ると入らないとでもね、爽やかさが違う。で、ここ生姜、いや、入れちゃってちょうだい。で、昔ながらの製法だとこうなんだけど、あのね、ママが目指すの9.9じゃないから。で、9.9じゃね、確かね、入ってるはず。何が入ってるかって言うと、味の素1、2、3、4、5、6、7、振り振りで一回沸かすわ。味の素の旨味が入ると、あのね、味わいがね、市販品に近くなるのね。市販のキュウリのキュウちゃんにもあの旨味調味料入ってますから、の方がね、ご飯に合う。味の素何がいいかっていうと、あの砂糖の量を減らせるのね。本当のキュウリのキュウちゃんもっと砂糖入るのよ。なんだけど旨味が入ることによって、あの甘みと旨味って結構イコールなところがあるんで、なんで味の素を使うことによって、お砂糖を減らして、お砂糖を減らすということはどういうことかっていうと、糖質を減らせる。糖質を減らせるってことはカロリーがカットできる。こんな感じね。はい、生姜のいい香りがしてます。はい、でこのまま、そして、今漬けてある、きゅうりが、30分使ったら、水を絞り出してここに入れるんで、その間に質問コーナーいきましょう。じゃあ今日も
ママの質問コーナー。家族がニンニクを激嫌していて、唐揚げにすら生姜しか使わず、ご飯のおかずにもならないような、唐揚げになってしまいます。さらに味塩は買ってくるのに、味の素は味塩がいらないからといって買ってくれません。ニンニクと味の素なしの、ご飯のおかずになるうまい唐揚げレシピをお願いします。なるほどね。匂いがきつくてニンニク使えないっていう人は、香りだけを抽出したガーリックパウダーを使うといい。ガーリックパウダーちょっと言ってみて。で、乾燥してるから胃にも優しいはずなのね。で、なんでそれをちょっと説得してみてちょうだい。はい。そして味塩と味の素はね、全然違うのね。味塩は味の素がコーティングされたお塩なの。味の素は、そのお塩が添加されてない状態なのね。だから、味の素を使うと何がいいかっていうと、塩分の調整ができる。これ味塩と醤油だったら塩分過多になっちゃうでしょ。味塩を使ってて味の素を使わないっていう理由がどこにもないの、実は。別物なんだよ。家族に見せてちょうだい、これ。で、唐揚げの場合は醤油で味をつけたい人が多いじゃない、やっぱり。そうなった時に味塩入れちゃうと、しょっぱくなりすぎちゃう。だから、味の素を振って醤油プラス味の素でうまみ醤油で揚げるっていうのが美味しいっていう風に、ママはね、息子の至高の唐揚げの時言ってるのよね。だから、それで説得してちょうだい。ただ秘伝のスパイス塩唐揚げっていうレシピがあって、それはね、味の素使ってない、味塩だけで作るやつがあるから、もしよかったら塩唐揚げ試してみてちょうだい。うん、これね、ニンニク入ってんだけど、ニンニクがなくてもまあ美味しい。もしくはガーリックパウダー使ってみてちょうだい。ということで、ご質問ありがとう。じゃあね、まだつけてる時間があるから、ママのまかないコーナー、今日やるのはツナとキュウリの炒め、ツナキュウ炒め。これね、おかずにもなっちゃうのよ。キュウリ2本、まあ大体ね、何グラムかしらこれね、分かんないけど 180g ぐらいかな、 90g ぐらいかな、 90g ずつぐらいかな。 180g のキュウリ、あっ、それ板を食べる。んで、炒め物で使う場合剥くのよ。キュウリって炒め使わないじゃない。で、炒めで使う場合は皮切ると、要はね、キュウリって青臭さが苦手っていう人結構多いよね。なんだけども、なんとこの青臭さっていうのは大体がこの皮なのよ。剥いてあげると。で、この皮はどうするかって言ったら、まあなんか醤油とみりんとあれできんぴらにするとすごく美味しいから、まあそれもやろうか。で、こっち炒めに関しては、そう、これね、ママで翡翠炒めって言ってるんだけど、こうやって切っちゃう。あ、下に何も引いてないから動く。まあいいや、こっち動く。ママのマットを引いてないから。はい、きゅうりの皮のきんぴら、これね、2本分のきゅうりの皮にごま油、まあ大さじ半分ぐらいで、あとお醤油小さじ1杯、お砂糖が、まあ、小さじ半分ぐらいで炒めちゃう。で、あと味の素少し振った方が美味しいかな、食べるぐらいかな。さっと炒めただけで、ほら、きゅうりのきんぴら風。ちょっとごまね、振ってあげると、ほら、ちゃんと小鉢になっちゃう。はい。あと一回フライパン洗って、まあ、こっちもごま油引いてあげるといいかな。どうしてもね、きゅうりって炒め物にすると青臭さが強調されるから、まあ青臭さはね、こっちの方があるんだけど、こっちはね、ごま油でマスキングしてあるのね。これはね、おかずにもなっちゃう方だから、こっちが本命ね。小さじ2杯のごま油に、きゅうり。炒めちゃう。ちょっと塩炒めみたいな感じにしようか、塩かしらね、はい、
で、なんかカロリー考える人はあの油抜いちゃってちょうだい。まあ今回抜こうって。で、炒めて。で、ツナ缶。で、塩炒めだからガラスープ小さじ3分の2ぐらい入れてちょうだい。これで味付け OK。 あとママは胡椒好きだから胡椒、もしもうちょっとパンチ効かせたいとガーリックパウダーここで加えてもいいかな。まあ、今回はねいいかな。すいません、最終的にこう、鶏ガラスープこう、これでいっぱい入れます。もうね、これぐらい簡単でいいの、副菜っていうのは。きゅうりとかよく余るじゃない。でも、おかずにならないよね、きゅうりってね。なるのよ、これ。これ、がっつりご飯いけるから。で、ちょっと、炒めていきます。これがね、つまみにいいのよ。なかなかきゅうりって炒めないわね。これはね、つまみにもいいし、おかずにもなっちゃうから、これ覚えとくといいわよ、本当に。で、まあ、申し上げ程度に青ネギを振ってね。はい、きゅうりの皮のきんぴら風と、ツナときゅうりの塩炒め完成。はい、ということで、30分つけたのがこちらです。まあね、おもししてるから30分もつけなくてもいいんだけど、まあまあまあこれぐらい。そうするとで、水気はね絞っちゃう。で、なんで袋でやったかっていうと絞りやすいからね。絞るとね、水分すごい出てくるのよ。これを抜いとくのが、非常に重要で、これ抜くことによってきゅうりに味がギュッと入るのね。はい、こんな感じ。ほら、めっちゃ出るでしょ、30分でたったの。おもししてあるから15分ぐらいでも結構これぐらい出るんで、あのそこら辺はさじ加減でいいです。こいつがね、あの汁気、この汁気がねこっちに入ると悪さしちゃうから、はい、薄くなっちゃうのね。じゃあ袋から入れます。だわー。で、一回バカす。で、ここでキュウリを火入れすることで、これね、くたくたに煮ちゃダメなのよ。くたくたに煮てはダメで、ぐーっと入れていくんだけども、これね、漬けだからね。入れていくんだけども、一旦沸騰させて、まあ、1分ぐらい煮るぐらいの、あの火加減で全然 OK。全然。全然 OK。あんまり火入れしちゃうとね、きゅうりのパリパリ感が損なっちゃう、損なわれちゃうのね。だから一回冷めたこのきゅうりの漬け汁、ここになじませて沸かしていく。もう一回ブクッと沸騰したらもう OK なので、そこまでやっていくわよ。最初はね、全部浸かるかなこれと思うぐらい、煮汁って少ないんだけど、あんまりさ、煮汁が多すぎてもさ、捨てんの嫌でしょ、みんな。もったいないから、だからママは最低限でやるのよ。このキュウちゃんがね、マジで美味しい。ご飯いくらでもいけるわよ。
ボコボコ沸いてきて、ちょっときゅうりに火が入った、そん時、そん時よ、火止めて、んでこれで粗熱をね、溶かします。粗熱を取ります。粗熱を取ったら、これをこいつをね、全部使ってるでしょ今ね、こいつを粗熱を使っ取ったら冷蔵庫に入れて、これ完成な、冷蔵庫に入れて1時間冷やしたら完成ね。あったかいままで食べてもいいんだけど、やっぱり冷たい方が美味しいのね。だからこの状態で粗熱を取って冷蔵庫に入れます。ちょっと容器に入れて、あのね、鉄だとねちょっと冷めにくいかな。あ、まあ鉄冷めにくいわけじゃないんだけど、あのもうね、持ってこういう風に持って平たいね、でよく使った状態にして、こっから冷やしていく。でこれ蓋して冷蔵庫で1時間冷やします。オッペン、おー、しっかり使ってんじゃないこれ。あー、いいわいいわいいわ。このあ、これがしっかり1時間使うのね。いやいやいや、じゃあこちらでキュウリのキュウちゃんリスペクト、ママ特製キュウリ漬け完成。ママキュウリで3品も作っちゃった。いただいて、いただきます。じゃあまずは炒めからいきましょうか。じゃあ塩炒めいくわよ。うまっ、こんな簡単でこんな美味しいの、やばいわよこれ。キュウリはこれからの時代炒めね、すごい美味しい。青臭さゼロね、ゼロ。皮のきんぴらいいこうかしら。うまっ、皮の嫌な臭さが全然ない。味の素うまみ効いてたよ、ほんとに美味しい。これはね、添え物としてすごい使えるわね。キュウリそのまんまよりも美味しいかもしれないわ。じゃあこっちもいただきますか。お漬物ね、これがもうあのメインだからね、全部メインみたいな。じゃあいただこうよ。うまっ、これ酒進むわ。これ甘辛味になってるし、塩味の感じもちょうどいい。1時間の漬けでこんなにいけるってすごいわね。じゃあこれ、じゃあご飯持ってきて。やっぱね、この進化はね、酒も合うんだけどご飯だと思うのよ。これにきゅうりとこのご飯でしょ。あー、朝ごはんこれだけでいいわ。ご飯との相性半端ないわね。お酒との相性もいいし、ご飯との相性もいい、すごくいいわ。ママなんならこれで一食全然いけるわね。これちょっと食べていただきましょう。さすが、乾杯。乾杯。いただきます。キュウリのきんぴら、皮のきんぴらね、初めて見た。うん、これ意外や意外うまい。うまっ、きんぴらだね。きんぴらでしょ。きんぴら、あの基本的に野菜の皮は大体きんぴらになる。うん、食感もいいのキュウリから、うん、うまい。そうなの、これいいね。うん、しかももう調味料も最低限だから、醤油、砂糖、味の素、いい、ね、ごま油ぐらいだから。うわ、めっちゃいいじゃん。そう、ちょっとしたおつまみに、ちょっとしたおつまみに、うん、美味しい。まずその皮は副産物なんだけど、こ、うん、ちゃんもこのツナ塩炒め、すごいね。キュウリの炒めは食べた？ない。ない、ないかも。美味しい。うまい、うまい、美味しいね。うまいね。なんか見た目わかんないじゃん、キュウリっぽく、なんか見た目はね、うん、美味しい。そう、あ、炒めるとちょっとこのちょっとしなっとかで、うん、あのキュウリのジューシーさが出てくるんだけど、うん、皮がついてると、はいはいはい、皮のなんかえぐみっていうか青臭さだけ、うん、あのこう目立っちゃってあんまり美味しくなかったりするんだけど、はいはい、むくとうまい、うんうん、美味しい。なんかプルプルしてんのにちゃんと食感も残ってるみたいな感じで、食感も残ってる、食感も残ってる、うん、ラー油とかも。ラー油とかも、これこれなのよ。うまい。じゃあこれも青カッパを、まあ、まずそのまんまいっちゃって、そのまんまいっちゃって、うわうまい、美味しいでしょ。めっちゃうめえ。この甘辛味がね、いいね、進むのよ。これね、汁切ったら弁当とかに入れるから。ああ、そっかそっか。
うわこれめっちゃうまい。美味しいでしょ。これ米欲しくなるな。これ米とそういうトマトも米用意しました。うまそう。最高です。美味しいでしょ。うん。もうね、マジ美味しい。これは米かな。米だね。うんまあ、おつまみでももちろんいいんだけど、うん、添え物としてね、何か置いといてもいいんだけど、うん、これはね、米と食べると、うわ、なんか日本人でよかったなっていう感じになるわよね。うん。何もない時とか、本当冷蔵庫にこれ入ってるだけでご飯いけるから。そう、これはね、結構塩分濃度も強いし、きゅうりも水抜きしてあるから、うん、結構持つから。あ、そうなの。1、2週間余裕で持つ。あ、いいね。うん、そんな持つんだ。持つ。あ、すごい。全然持つ。すごいいいじゃん。うん。それから直で食べんで、うんうん、まあなんか箸はね、清潔なのをやってもらうと結構持つから。こんな持つのいいね。うん、塩分濃度高いから、うんうん、漬物はね、日本人の知恵だから、うんうん、塩分濃度が高いから、カビないし、あ、そう、雑菌がそんなに寄りつかないっていうのがあるから、これは作り置きで、いつでも食べられるようにしとくと、うんうん、この量ね、割とね、何日か長くちゃって。いけるね。うん、意外とこういうね、脇役的なところってそんなに、うん、まあまあバズんなかったりやらなかったりするんだけど、やっぱりこれだけはね、ちょっとね、これいいわ、みんなに伝えたかったんで。美味しい。しかも3品もできましたね。3品もちょっとママ頑張ったわよ。本当にありがとうございます、うん、ということでこの3品ね、いつでも使えるレシピだし結構簡単だと思うんで、いやーもう全国のね、おかずに迷える子供たちはやってほしいですね。うん、ということでママ酔っ払ったんでもうカメラ止めるわよ、もう本当に。ということで、キュウリの、キュウちゃんリスペクトキュウリ漬け、皆さんぜひやってみてください。